皆さん、こんにちは。こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました。グランツーリスモスポーツの時間です。そして3月4日、グランツーリスモス7の発売までついに1ヶ月を切りました。2月は28日までです。あっという間に過ぎそうな気がします。さて、今日はグランツーリスモスポーツの時間です。前回はこちら GT スポーツでスラストマスター TGT2 と TGT どこまで挙動が違うのかという動画を検証を公開いたしました。私は今スラストマスター TGT2 のハンコンが目の前にある状態であります。最後までグランツーリスモスポーツを楽しんで GT7 グランツーリスモ7に移行しようと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はこちらのスーパーフォーミュラではなく F1 マシンに乗ります。私 F1 はガチ勢でございます。このガチ勢である私がグランツーリスモスポーツ内にあるメルセデス AMG の F1 に乗ってレースをしたら一体どのようになるのかというのを今日撮っていきたいと思います。それでは早速進んでいきましょう。皆さん、今日は私緊張しております。前回は GR ヤリスでオフロードを走りました。非常に楽しかったです。今日はですね、私 GT スポーツの中で F1 に乗りたいと思います。まだこのグランツーリスモスポーツの中で F1 マシンには乗ったことがありません。この TGT2 に変わってからね。なので今日はこちらのリアルサーキット鈴鹿サーキットで日本グランプリを開催したいと思います。さあ行こうじゃありませんか。だいたいこれぐらいの時間かな。日本グランプリ決勝ね、これぐらいの時間でしょう。ということでガレージから選びます。こちらのね、ルイス・ハーミーの F1 マシンで走りたいと思います。こちらの方ですけども、周回、まあ10周ぐらいでいいんじゃないかということで、動画の尺の問題もありますから。で、私はやはり F1 ガチ勢ということで、まあ、ハンデを上げますよ。AI にハンデを上げますよ。そしてブーストもなしで結構。はい、メカニカルダメージ最強でいいです。スリップストリームはリアルでいいですね。そしてタイヤの摩耗は10倍や。燃料の摩耗も10倍でいこうじゃありませんか。で、ここはもちろん上級ですね。これはワンメイクしかありませんので、ワンメイクということで、頑張って走っていきたいと思います。で、どこまで挙動が違うかなんですよね。GT スポーツの挙動と F12021 の挙動というのは全然違うんですよ、F1 って。私はどうしてもこの F1 マシンとなると F12021 に慣れてしまっているので、GT スポーツの、何ちょっとフリーズ？あ、びっくりした。GT スポーツのF1 ってめちゃくちゃ難しいんじゃないか説があるんですよ。それを今日ね、検証したいと思います。検証という名の一発勝負のレース、そして鈴鹿サーキット日本グランプリの決勝でございます。はい、前者ルイス・ハミルトン、ここではグリッド1が、まあ、ルイス・ハミルトン A、ルイス・ハミルトン B、ルイス・ハミルトン C という形でいきたいと思いますんでね。私が操る20番手の AMG はサクシューマッハが乗ります。よろしくお願いします。さあやってまいりました。ハミルトンから F1 マシンを借りて、サクシュマッハ鈴鹿サーキットでの日本グランプリ決勝チャレンジでございます。1周目難なくスタートいたしました。サクシュマッハ、本日は一体どんなドラマを見せてくれるんでしょうか。本来であればこの1周目っていうのは一番オーバーテイクのチャンスなんですけども、今日はね、無理してオーバーテイクするのやめておきます。なぜならちょっとでも他者とコツンと言ってしまうと、もうね、ダメージが入ってしまいます。簡単にダメージ入ります。1周目からダメージ入るなんてもうシャレになりませんからね。なのでなるべくね、安定した走りでいきますが、明らかにチャンスだなっていう時はしっかりとオーバーテイク仕掛けていきたいなと思います。レグナーで詰まらないように気をつけて。よし、危ない、後ろ大丈夫、気をつけてよ。ここアウトからうまく振ればインコーナーで一気に加速してオーバーテイクできる。 OK、 いけるいけるいける、よし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 、ここで一気にオーバーテイクいけた。で、アウトに振った方がいいね。ここはアウトに振って、危ない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 、アウトに振って一気に OK、 ルイス・ハミルトン B、 ルイス・ハミルトン C、 ルイス・ハミルトン H、 J を一気にオーバーテイクしました。現在11番手、接触誘発なしですね。ペナルティもなし。 OK、 素晴らしいですね。サクシューマッハさすがです。ただね、まだGT スポーツでの F1 の挙動にまだ慣れません。 TGT2 でも初めてですしね、この F1 に乗るのは。 GT スポーツではね、はい、まだちょっと挙動には慣れませんので怖いです。ただ接触を全くしてないのでここは大丈夫かなという感じですね。アウト膨らんでるね。ただここは私も無理しないようにしよう。ここは無理しないようにしましょう。ちょっと他者を避ける形で、避ける形で少しタイムが伸びてしまいました。1秒ぐらい損失出しました。さあ48秒台で帰ってこれまして、現在11番手、今のところ接触はありません、サクシューマッハ。さあここからが、まあ、いよいよ本番というか、
どういうふうに戦略を立てていくかというところですね。ここが非常に怖くなってくるところですね。 S 字逆バンク、これは相手のミスを誘発しよう。相手のミス、プッシュ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 、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて、プレッシャーかけて、オッケー、インコーナー開いた、素晴らしい素晴らしい、完璧完璧。今のはいい感じでプッシュしたね。今はいい感じだね。よーし、いいぞ。このまま何もミスがなければいいけども、とりあえずちょっとね、優勝はなるべく目指していきますけど、厳しいですね。正直言うとトップ3ぐらいで許してください。トップ3ぐらいで弱気やな、弱気やな。はい、よし、ここも開いた、真ん中開いた、いいオーバーテイク、素晴らしい。サクシューマハすげえな、やっぱり王者は違うわ、絶対的王者は違うわ。サクシューマハ現在8番手。そしてまたスプーンで仕掛けるか、いや、ここは仕掛けないですね。ここは仕掛けない。まだ本当挙動とシフトアップ、シフトチェンジのタイミングになれないな、これ GT スポーツ。よし、いい感じです。後ろも大丈夫ですね。現在1秒差、後続 1.1 秒差。ジェフ、前のマシンは誰だ、ルイス・ハミルトン B か。これでよし、いい感じ。ここでしっかり落ち着いていこう。ここもったいない、試験員がちょっともったいない。ここで順位も変わらず、現在順位変わらず8番手か、あ、8番手ですね、8番手変わってるね。よし、前後左右特にクラッシュなしですね。あとはタイヤですね、タイヤ交換もしかするとした方がいいかもしれませんね。タイヤ交換をした方が、これ F1 なんでね、もしかするとタイヤ交換をした方が、もし AI がタイヤ交換をせずに進んでいく場合、最後消耗していくんで、もしかするとタイヤ交換した方が最後一気に7、8周目、一気に勝てる可能性がありますね。これはまあその時次第ですね。多分5周目か6周目ぐらいに給油でピット入るんで、その時の状況で考えたいと思います。あ、うわ、今ので入る、今ので入りますか。はい、ダメージ入りました。皆さん、今のでダメージ入ってしまいました。今ので入るんですよ、すごい厳しいな。今の本当入りますやられた。今のでごめんなさい、ルイス・ハミルトン G、 ごめんなさい、本当にすいません。いや、本当油断できんね、一瞬にしてダメージ入るもんな、これはすごい。まあただフロントに入るダメージはね、もう自分が悪いですから。リアに入るダメージは後続車が悪いけど、フロントはもう僕の責任なんで、これは仕方がないですね。ただこれぐらいだったら影響ないな、発速ここで入れればいいけど、発速に入らなくなってるね、速度がそんなに出ないわ。これは優勝厳しいかもしれん。最後タイムロスを犠牲にしてまで修理するべきか、それともそのままタイヤだけ交換していくべきか、そこまた葛藤ですね、これは。さあ4周目終わって、現在トップとの差は 7.8 秒ですね。やばい、遠赤気をつけて。さあここからですね、ここからなるべくはフロントウイングがちょっとね、スポイラーかなんか飛んでいってるんで、気をつけた方がいいですね、これは。はい、気をつけていった方がいいです。ここで、うー、危ない、これですよね、こういうのでね、不可抗力でぶつかってしまう時があるんで、十分注意したいと思います。これデブナーやめた方がいいね、これはもうやめておきましょう。無駄にダメージを負いたくないからね。これヘアピンで抜けるな、これは。ここでいけそうですね、ヘアピンか。いや、やっぱこの辺の上位陣に走るハミルトンは速いですね、やっぱね。この辺はやっぱりなかなかちょっと追いつかんなっていう感じがします。ただトップは見えてます、現在6秒差、 6.1 秒差ですから、まあいい感じで追いついては来てるけども、相手がもしダメージ入ってなければ私が結構厳しいですね。もちろんポールポジションから出た人はね、もともと1位走ってますから、絶対にフロントウィング傷つくことはないんで、そこがちょっと怖いかなと。ただ修理はしなくても十分ですね。そして 5.9 秒差まで縮めました。次の周回で給油ですね、次の周回で給油。さあどうかな、これで。よし、切れなかった、これで試験切れなかった。さあ DRS ないんや、 DRS ないんや、オーバーテイクスイッチもないわ。 OK、 いいよ、多分これでピットだね、これでピットに入るね、これでおそらくはピットですね。タイヤ変えようか、これ
や本来であればタイヤはこれ全然変えなくてもいいです。タイヤ正直言うと全然変えなくてもいいです。タイヤ変えなくてもいいけど5周でこれだけ減るでしょ。5周でこれだけ減るっていうことは結構半分ぐらいまでいくからタイヤは変えた方がいいかもしれない。もしかすると私賭けに出るかもしれない。フロントが傷ついてる分速度が出なくなってるからその分を補うためにはタイヤで補うかそれとも修理を優先するかどっちが早いんやろ。修理とタイヤ交換とそれがどう出るかですね。いやでもタイヤ交換した方がいいだろうな。これタイヤ交換した方がよし OK。 ヘアピンで抜いた。オーバーテイク、オーバーテイク。さあ6番手まで上がった。ここでどう出るかですね。修理するべきなのかどうか。ただ私は修理しなくても十分、修理しなくても十分という判断です。タイヤを交換しましょう。私ちょっとタイヤを交換したいと思います。ソフトタイヤで交換さえすればいけるんじゃないかと思います。よし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 。これでピットですね。ピット入りますよ。トップとの差約 3.6 秒。ここで一気に縮めよう。 0.9 周。いいですね。これでピット入ります。ピット入ります。タイヤ変えます。タイヤ私変えます。タイヤを変えましょう。タイヤを変えて一気に、よし、タイヤレーシングソフトに変えます。これちょっとね戦略ですよ。で燃料は計算すると多分 4.5 周ぐらい入れれば多分十分なんで 4.5 周ぐらいですかね。実際の F1 とは全然違うぐらいタイヤ交換が遅い。やばいやばいぞ。 4.5 ぐらいで大丈夫です。 4.5 ぐらいでよし OK。 修理しない、修理しない。さあどうだ。さああとは今は余計なこと考えなくていいぞ。今は余計なこと考えなくていい。アウトラップやからね。さあここからの戦いが見ものになってきます。昨週マッハここでどれほど差を縮めることができるか。ただタイヤは新品なんでどんどん追いついてくると思う。だから結構私賭けですよこれ。これでもしフロントウィングが傷ついてなければ結構な確率でこれ勝利だった可能性があるけど、やっぱ難しいですね。あでも追いついて追いついて追いついて、よし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 。サイドバイサイドや。オッケー、素晴らしい素晴らしい。あでも怖い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 。ここで一気に、よしタイヤ新品やから一気に迫っていこう。タイヤ新品や、よーしいいぞ。みんなタイヤ交換してへんやろこれ。タイヤは交換してへんな。よーしいいぞ。ここでどうかな。怖いですね。ここはもう サイドに振っておこう。サイドに振っておきます。アウトインアウトではなくてもうサイドに。おお、本物のハミルトンみたいな走りやな。やばいな。さあこれでちょっとね燃料の方が怖いんで一旦2にしておきましょうか。さあ現在4番手ですね。でも若干やっぱ動きがやっぱタイヤが温存している走りになってるねみんなね。これはもしかすると本当にいけるかもしれんよ。これはもしかするとね。あやっぱ後ろ来るな、後ろ来るな、後ろ来るな。さあトップとの差4秒。さっきとあまり変わらなくなってしまった。ここでどう出るか。よし、タイヤは新品だからここは関係ない、全然関係ない。全力でいける。 S 字逆バンクで一気に全力でいけるぞ。攻めて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 。さあここでは結構迫ってくる。1位が今飛び抜けとんか。1位が違うわ、今1位が見えてるやつか。見えてるやつや、1位見えてるやつや。これはいけるやろ。もう変なミスさしなかったらいけるわこれ。よしちょっと待って OK。 変なミスすんな、変なミスすんな。ここでインコーラ取って、インコーラ取って、インコーラ取って。いやでも上位陣のハミルトン早いわ。上位陣のハミルトンめちゃ早いわ。さあでもここで一気に、おっと今つまずいたぞ、つまずいたぞ。2番手、よし来た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 。これはタイヤ戦略勝ちやろこれ。よしちょっともうこれは燃料は2で大丈夫やな。はい、ここでアウトサイドからスイップ入って、みんなタイヤ温存してる感じやな。これは戦略勝ちしたんちゃうかこれ。
あと8、9、10、3周ですもんね。3周で現在2番手になった。これはいける、これはいける。よし、いいぞ。フロントウィングがどんな状態になってるか分かりませんけども、あと 130R 手前で8速も入らなくなったけど、多分このまま行くといい感じかもしれない。ストレートは全力や、ストレート全力や、ストレート全力で行ってくれ。よし。さあ、でも燃料が少し怖いですよ、燃料怖いですよ。ちょっとこれギリギリのライン行ってるからね。よし、落ち着いた、落ち着いた。 OK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 、 来た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 。タイヤ温存してる、みんなタイヤ温存してる、タイヤ温存してる。 OK、 来た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 。こっちは新品タイヤや、新品タイヤや。こっちはよし、アウト膨らめ、アウト膨らめ、アウト膨らめ、アウト膨らんだ。うわー、きつい、惜しい惜しい。アウト膨らんだ。サイドバイサイド、ルイス・ハーミー、本物のルイス・ハーミー、今オーバーテイク、オーバーテイク。よし、来た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 。最後来たぜ、これは。さあ、さすがのルイス・ハーミーでも天下のサクシューマハには勝てんか、サクシューマハには。さあどうか、これで最後まで逃げ切れるのか。まだ何が起こるかわからん。なんせファイナルラップのサクシューマハですからね。ファイナルラップ、ファイナルコーナーのサクシューマハの異名を持ってますから、これは十分気をつけないといけない。ただいい感じで1位、いい感じで1位。あと2周あります。これは逃げ切ったやろ。よし、いいぞ。クリーンレースではないけどね、これ多分タイヤの戦略勝ちでしょうね。これ明らかにタイヤやろ、これは確実に。おっと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 、やばいやばい、ちょっとちょっとちょっとやばい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 。ファイナルラップどころちゃうって、ファイナルラップどころちゃうって。ちょっと待って、ちょっとちょっと待って、ちょっと待って、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 ちょっと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 、これは非常に厳しい戦いになってきたこれは非常に厳しい戦いになってきましたね、これはね。さらに接触しないようにね、大丈夫でしょうか。はい、気をつけてください。いや、これはもしかするとファイナルラップですよ。これはファイナルラップで何かが起きるかもしれませんね、これは。はい、私もね、もうここまで来たらもう失うものは何もないから、もう一気にインコーナー、インコーナー、インコーナー、一気に行きますよ。私も一気にね、私も男ですから、ここはねしっかりチャレンジして、トップとの差4秒、これはなんとかなるぞ。みんなタイヤ消耗してるから、なんやかんや言って消耗してますから、タイヤはね。はい、これは絶対いけると俺は信じてる。何が起こるかわからんけど絶対いけると信じている。さあ、トップとの差 3.5 秒、燃料もなんとか大丈夫か。みんなタイヤ限界やろ、みんなタイヤ限界やろ。大丈夫か、ちょっと怖いよ、怖いよ。燃料ちょっと節約して、燃料節約、落ち着いて。最後ホームストレートというか、西ストレートで一気に全力でいきましょう。 OK、 落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。もうあまり喋らなくていいからあまり喋らなくていいから、よし、あまり喋らなくていいよ。さあ、これでどうか。 3.8 秒、少し差が広がってしまった。サクシマ、いや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 、やはり何かが起きる、これは何かが起きる。しかし仕方がない、 0.8 周、最後に何かが起きるかもしれない。これは、いやいや、これは待って待って、 0.8 周や。あとはもう燃料マネジメントに行くしかないぞ。燃料マネジメントでなんとか耐えるしかない燃料マネジメント、燃料マネジメントに行くしかない。 0.7 周、大丈夫、落ち着いていこう。くわー、これは最後やっちゃったな。まさかですね、まさか。おーおいおいおー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。おー、誰誰誰、今4番手。絶対タイヤ、タイヤやろ、絶対タイヤや、あの人タイヤ、タイヤの選択ミスや。まあ仕方がないよね、そういうタイヤ履いてるからね、交換しなかったからね。みんなほら、みんな遅いんですよ、みんな遅いから。行こうと思ったら行けるんですよ、これ。私も行こうと思ったらね、行こうと思ったら十分行ける、十分行ける。ちょっと節約してくれ、燃料節約や。最後大放出で行こう。 OK OK OK、 落ち着いて、落ち着いて、はい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 、ジャバジャバだけ、てめえ、これやろ。はいはい、危ない、ジュリアは出番違う、ジュリア違うから、ジュリア世界が違うから。ちょっと、はい、ここでアウトから触れないか、触れないか、大丈夫や。ここで一気に行け、よし、大丈夫、落ち着いて、よし、2番手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 。さあ、燃料が非常にヤバくなってまいりました。1位との差は3秒、この1位が逃げ切った。最後に何個起きろ、
最後に何か起きろ、何か起きろ、最後にスピーしろスポーツマンシップも何のあれもないな。よし大丈夫、落ち着いて。いやこれは2番手やな、惜しかったな。でもここまでよく頑張ってくれた。おい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 、 DRS じゃなくてやっぱり馬力が、いや最後最後最後一気にいきますよ私。最後 0.1 周か、最後 0.1 周。燃料マネジメントが少しあまり良くなかった。 OK、 ちょごめん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 、最後最後パワーマックスよし、もういいもういいもういい、 OK 逃げ切った。うぅ、残念、4番手。いやでもいいレースやった、いいレースやった。あー悔しい悔しすぎる。はい、2位でした。皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。いや皆さん申し訳ございません。 F1 ガチ勢にもかかわらず2位という成績を取ってしまいました。申し訳ございません。2位じゃダメなんです、1位じゃないとダメなんです、 F1 ガチ勢。いや申し訳ありません。でもこれが柵家なんですね。これが柵シューマッハでございます。皆さん身をもってお示しできたもうね、動揺してます。もう、身をもってお示しできたと思います。はい。ということでね、まあ、こんな感じで GT スポーツ、そしてこれから GT7 になっても、いろんな形で楽しく走っていければなと思いますので、皆さんどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。新柵の部屋の柵でした。